い、皆さんおはにまして。はい、ということで今回はアーキャの方やっていきたいと思います。はい、でちょっとトーンスピアコラボがちょっと今毎回毎回ちょっと今更感出ちゃって申し訳ないんですけども、こちらリクエストいただいてたんでやっていこうかなと思います。はい、でさ、トーンスピアっていう音ゲーがあるんですけども、ぶっちゃけ自分全然やったことなくて、そう、まあ、よくわかんないけど、まあまあ大丈夫でしょ。はい、まあちょっとやっていきます。はい、で、まあ、今回はライナーアクセラレーターからやっていきます。はい、他3曲ちょっとやっちゃいました。まあこの曲がなんかやばいみたいな、この曲と Q プラスがやばいって言ってたんで、まあこれからやればいいかなみたいな感じで思ったんで、まあこれからやっていきます。ということでちょっと早速解禁してやっていこう。はい、ということでとりあえず解禁しました。で、まあこのライナーアクセラレーターって単語とこの BPM 表記の差ね、間違いなく加速するよね、これ間違いなく途中で殺しに来るよね。いや、分かってるからこそちょっと今回ガチガチに警戒しに行こうかなと。そっちがその気なら俺もね、それなりのね、覚悟を持っていくから。はい、ということで 11.9 ってさ、いやもう最初死者誤入しろよって思ったんだけど、でも逆にね、もうこの死者誤入しないスタイル逆に好きだわ、もうこれ貫いてほしいわ。はい、ということで、おい、じゃあそんなことどうでもいい、ちょっとやっていこう。ゲームスタートで。ザ・シャフトって俺アーティスト知らないんだよな。ちょっと待って、トーストって誰だよ、制作者。いや、アーキアでパンを焼くな、ちょっと。おー、なるほど。あー、なんかこれ思ったんですけども、このなんか全体的に背景が独特なんですよね。あ、ちょ、なるほど、アークノートがうねうねしてくるわけね。オッケーオッケーオッケー。あー、スカイノートがフロアノート化してくると。あー、これなかなか、まあなんかこの配置だったらまだまだいけるぞ俺は。さあ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 、ただこっから、いやちょっと、いや、まあ、いけるとは言ったけど、ちょっと二重にしてこないで、配置をちょっと縦連っぽくしてこないで、ちょっと。アークノートや、なんか全体的にちょっとアークノート暴れてんな、ちょっとめっちゃぐるぐるするよ、ちょっとミミズみたいに動かないで、ちょっとミミズにしか見えなくなってくるわ、もうこれ。ただこんなのはちょっとまだ全然序の口でしょ、問題はいつ加速するかだよ。ちょっとガチガチに警戒してっからね。マスター、いや、ちょっと地味にちょっと取りづらい配置が多いな、ちょっとだるいぞこれは。やばいな、これいけるかな、これ。ただ曲はなんか独特で、これ、ちょっと、あ、来た、なんかめっちゃリングが、待って、あ、ちょっと、どっか行くな、ちょっと待って、いや、加速だけじゃないの、いや、待って、逆流は効いてねえぞ、ちょっと。え、これさ、本家でもこんな感じのエフェクトっていうか、ギミックあんの。あ、待って、いや、面白いぞ、これ。いや、どうせだったらさ、あそこにさ、ちょっとノート置いてもよかったぜ、俺だったら。待って、曲がすげえ独特なんだけど、これなんてジャンルなの、これ。いや、普通にむずいんだけど。あ、普通にキューしてたわ。あ、なんか序盤なんか、意外と、来た、ちょっと待って、加速して。いや、こういうことよ、そう、分かってるじゃない、そう。いや、ノートを置いてこそだよ、やっぱり加速するところは。いや、いいね、いや、楽しませてくれるね。ちょっとこれあれだわ、これトーンスピアへのね、興味がね、もうこの一瞬でめちゃくちゃ湧いたわ。まあ、とりあえずもうちょい詰めてみようか。はい、ということでとりあえず EX まで出しました。はい、いや、まあそうだね、これなんかアークノートのあのぐるぐるゾーンが、あれちょっと自分もなんかちょっと最初手こずったんですけども、あそこでミスしやすい人は、ちょっと早めになんかちょっと回し出すといいですね。あれ意外と予想してるより判定早いんで、はい、って感じで、あの2連の縦連は地味にあれ交互で繋がることを知ってびっくりしました。はい、ということで、じゃあまあ今回これで終わります。はい、そうだ、アクセラレーターといえば、なんか今期のさ、なんかあのとあるのさ、3期のあの垣根線がめっちゃ熱かったっていうのはありますよね。はい、みんな見てるかどうか分かんないけど、とある魔術みんな見ましょう。はい、雑すぎる、しかも全く関係ないアニメの話で終わろうとするっていうね。はい、ということで、ちょっと終わります。ご視聴ありがとうございました。